一番上に上がってきます。左乳首が正艦隊ポーンチです。はい、今日は選んだカードがビジュアルに一番上に上がってくる方法を解説していきます。お楽しみください。実演1枚カード選んでください。これね、じゃあこれよく見て覚えて OK 忘れないでよ。とは言ってもね、今日は当てるマジックではないです。選ばれたクラブの3をカードの中に入れていきます。さらにね、難しくなるように下の方に入れてしまいます。下の方にあるクラブの3、よくご覧ください。 GO! これで一番上に上がってきました。はい、では解説していきます。一番上に上がってくるカードの一つのバリエーションです。お好みの部分だけピックアップして使ってください。まず1枚選ばせます。選ばせたら選んでもらって覚えてる最中に、実演ではテーブル上でこのように一番上のカードをひっくり返しております。このように片手でひっくり返すことができる方はテーブルの下等でやっても構いません。スタンディング、立ってる状態でやるときは腰元あたりでこのようにひっくり返してあげることが多いです。そしたらこの1枚のカードにブレイク、小指で空間を作っておきましょう。この動きは一番上に上がってくるカードマジックの導入でよく使われます。そしたらこのカードをこのように付け加えるんですが、サインさせた場合はこのようにふっと息を吹くと自然な動きとなります。サインさせてない場合でも見えない角度でこのように付け加えてあげましょう。ブレイクの上に2枚のカードがある状態です。右手でこのようにカードを取り上げます。親指、人差し指、中指、そして薬指で支えるとずれにくくなります。2枚を1枚のように見せて持ち上げたら、できる方はこちらをリフルしてカードの中ほどに入れます。そしてこのように入れたような演出を入れます。そして手の位置を元に戻します。で、ここで何をやっているかというと、下のカードをこのようにしてちょっとずらしております。ずらして人差し指でこのように押し込んで、カードを、まあ、下半分の半分ぐらいを持ち上げて、このように下の方に持っていきますとやると、選んだカードが上に来てこっちのカードが入れ替わってるというものです。もう一度やると、2枚を1枚のようにこのように持ったらリフルして中ほどに入れます。このようなジェスチャーを入れてもいいでしょう。そしたら見えない角度になった時に中指でちょっと触って少しだけずらしてあげます。ずらしたら人差し指でこのように下の束をずらす演出でごっそり好きな枚数を取ってきて、このようにやると選んだカードが上に来てこのカードは入れ替わってるというものになります。リアルスピードでやると、選ばれたカードを中に入れていきます。さらに難しくなるようにと言って一番上に持ってきます。僕は結構早くやってますが、ここはゆっくりやっても問題ありません。そして突き出た部分を押し込みます。そしたらお客様のカードは上にあるので、どうやって上げたように見せるかというと、このように爪を立ててずらすだけですね。こんな風に、これをお客様の目線に合わせてこのように下の方にあるキングをこうやってやっていくと一番上に上がってきますとやります。ゆっくりやると人差し指の爪でガーッと上げてって一番上をこのようにまあひっくり返すというものとなります。まあ、ひっくり返さなくてもこのままね、ピョンって飛んでね、一番上に上がってきたみたいにすることも可能です。この人差し指でやること自体は全然難しくないんだけど、お客様の目線に合わせないと、こんな角度でやってると人差し指が動いてるのはバレバレなので、お客様の目線がこのラインに合うようにして上がってきますってやると非常にビジュアルに上がってきたように見えるというものです。このまま真似してもいいですが、お好きな部分だけ取り入れていただければと思います。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。一番上に上がってくるカードマジックのことをアンビシャスカードということが多いです。いろんなやり方がありますが、これから少しずつ解説していくので、自分なりのアンビシャスカードぜひ作ってみてください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。